いやすごいっすよ。でもほら見てください、この総勢300台を超える。いやすごくないですか、ね、GC8 だってこの世の中の全ての GC8 があるんじゃないかってぐらいありますよね。まあ、ほぼほぼそうっすね、はい、ほぼほぼ全ての GC8 がこちらにね。いやだってナンバーももちろんね、あの関東圏もありますけど、青森とか、ね、青森とかさっき愛媛もありましたよ、ね、マジですごいな。見てくださいこのアドバンカロンの GC8 超かっこいいっすよ。すげえ、めっちゃかっこいいよこれ。リオさん、でも僕ああいうブリティッシュグリーンの色も好きですよ。あ、なんかミニクーパーみたいなね、はい、いいですよね。かっこいい。おー、これもなかなかチューニングされてますね。いいですよ、素晴らしい。段取りを無視し始めましたね、ヒロシさんが。かっこいい。ヒロシさんのすごい綺麗な GC8、 これでしたっけ。はい、これ私の。おー、めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃかっこいい。え、これってもともと2ドアのナローだったんですよね。そうですね。そうですよね。でこうボディ、ワイドボディキットを入れてこんな形で、めちゃくちゃこだわりポイント満載ではございますけども、こんな形でね、すごいですよ。スピードラインのホイールで、まあ、当時のワールドラリーカーを彷彿させるような。いや、ここのここのここのラインエグくないですか。ここいや、ここ広石さんめっちゃこだわったんですよね、このラインのね。あ、そうですね。なんかめちゃくちゃめちゃくちゃ綺麗、超美しい、超綺麗な芸術品。すごいですね。ちなみに広石さん、今回のこのめっちゃこだわったポイントみたいな、めっちゃこう合わせるの大変だったみたいなポイントってあります？作りました。バンパーを作った。作った。ほぼほぼじゃあもうワンオフみたいな。そうですね、気に入った WR カーの。はいはいはい、なるほど。満足しながら。なるほど、ここっすね。チラ見せポイント。あー、ここっすね。ちょっとこうキュッて入ってるところっすよね。キュッてね。そしていやエロいっすね。式のスペックで。そうですね、確かにこのこのバンパー形状は98年スペック、上がフラットで、はいはいはい、この頃まだ H パターンでしたよね。98年あたりは H パターンドグで。いや、かっこいいな。愛車紹介のコーナーやってまいりました、いや、 A ちゃんもうやばいんすよ。もうこんなおっとりとしたね、優しい感じなのに車がね、マジでガチだ。親にも言われますね。えなんかこれ僕走ってる見たことありますよ。そう、なんかキュンキュン音してますよね、この車ね。超かっこいいですよね、はい、ドグミッションもやってるもんね。ドグミッションも、はい、積んであります。いや、ちょっとこだわりポイント教えてよ、 A ちゃん。ちょっとこれすごくな い、 すごいちょっともったいぶらずに、もう全財産を突っ込んで。なるほどね、ここまでですよ。なるほど、これ98年仕様。おー、いいっすね。かっこいい。かっこいいな。ここのね、98年1年だけ確かこれだったんだよ ね、 そ、 ね、それもちゃんと再現されておりまして、すごいっすよ。どうすか、ちょっとこれ中も見ていいですか。いや、だって左ハンドル右ハンドル用なかったはずなんですけど、えいちゃんこれどうしたのこれ。自分で作成して自分で作った。すごいなこれ。でシートもちゃんとプロドライブ製ですよ、はい、これまだ買えたんですか。いや、数年前は自分で買って出てきたんで。あ、なるほど、ね、その時に手に入れてたんで。すごい、ちゃんと FIA 入ってました。8855 1999。古いっすね、古いっすね。今8856-2000なのにもかかわらず今これですよ。素晴らしい、すごいっすねこれね。こっち2000年バンパーですよね確か。なんかすごいこのこだわったポイントとかってあります、ね、なんかこれを作るにあった。あー、そうなんですね。じゃ あ、 あのクロスメンバーから何から全部変えて。クロスメンバーも今これフロントは DSS パゴの。おお、あのあれですよね、当時のちゃんと中空のやつですよね確かね。あれ確かジオメトリーちょっと変えられて、だから自分もすごい興味あってあれやりたいなと思ってたんですけど。あとリアとミッションも変えるので、はいはい、ミッションは何に変えるんですか。おお、はいはいはい、素晴らしい。ちゃんと、あ、6速入ってるんですね。あ、どこ入れてるんですか。乗られたことあると思います。あ、高田製の。あー、俺テストしました、高田製の耐久テストとかって言って、もう全てウルトラシフトしてましたね、全日本ラリーとかで。すごい。いや、いいですね。またこの98年と2000年っていうね、幅広いラインナップでお送りしておりますけども、なんかこうすごいマフラーも、あれこれ STI の純正ですか。あー、なるほど、またマフラーもレアですよこれ、S202 の。見てください、この変態の仕草。いやいや、俺ばっかりさっきからやってるけどさ、このウィング結構好きなんですよ。シンプルでかっこいいですね。そうそう、これ一番結構好きで、でパッと内装見ると一瞬 GT かなと思っちゃう。そうですね、GDB ですね。内装が俺の GDB かなみたいな。
完全に GDB っぽいですね。中全部 GDB 移植したんですか？なるほど、ハーネスからですか。そうそう、結局やるってなるとハーネスから全部移植しないとできないんで、ね。ちなみにこれは何年ぐらいかけてここまでたどり着いたんですか？4、5年。あ、でも逆に 4,5 年で行けました。あ、本当ですか。やる気があればね。あ、なるほど。いや、すごい。いや、ナンバー取れるんですね、でもね。ナンバー取れねえとかって。これはどの車ですか？これはこちらです。 GC8 回さん、はい、GC8 回さんの車やってまいりました。もう明らかに、お、待て待て待て、左ハンドルじゃないですかこれ。これだって本物ですもんね。本物ですね。本物ですもんね。もうなんかさっきの見てると本物ってなんだって思うんですけど、本物なんですね。あ、これがそう、本物。これに憧れて皆さんあのワイドになったりとかしてるんですけど、はい、要はこれめっちゃ大変なんですよ。車検取るまでいろいろその改造したり加えないといけないパーツあるんで、はい、要はここに来るともうここからはあのガチの変態ゾーンということで、はい、あのやってまいりました、はい、すいません。じゃあ第1号として今回、はい、ワールドラリーカー、これ2000年99、98か、はい、なるほどなるほど。いやでもすごいですね。まだあれですよね、 H パターンのドグの時ですよね。そうですね、98はね、はい、オリジナルはそうですけど、これはちょっとまあ車検対応も考えて、はい、GC の、はいはい、あの標準の5速 H パターンを使ってます。あ、なるほど。ポン付けだったんですか？でも、うん、そうですね。おー、はいはい、自体はあの GDB の D 型を、はい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 、あのメンバーを20ぐらい下げた状態で搭載して、まあ、チームがいろいろやっぱり合わないので、はい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 、本物と D 型か、ね、ってことは PCD100 の頃の。そうですね。ああ、なるほど、はい、そう、なかなかね、山中さんこう PCD100 とか143とか言って分かんないでしょ。いや、分かりますよ。分かる、そこは分かりますよ。違うんですよ、 TY75 とか TY85 とかいろいろあって、ね、あ、もうやめてください。いろいろ違うんですけども、ほら見てください、この AP の、これも本物ですよね。そうですね、当時のターマックスペックの。この頃って水冷、あ、そうだ、やっぱそうだ、水冷ブレーキ。そう、この頃まだ水冷ブレーキが、そうそうそう、そうなんです。で、中にボタンがあって水冷オンにしたりオフにできたり、そう、すごいっすよね。水冷式ブレーキなんてなかなかお目にかかれるもんじゃないですから。初めて聞きましたよ僕。そう、すごいんですよこれ。逆にちょっとエンジンとか見てもいいですか？あ、大丈夫。お、じゃあちょっとワールドラリーカー行動仕様、ちょっとエンジンを見てみようかなというふうに思います。ドドン、うわー、搭載値低っ。まあワールドラリーカーそうですよね、搭載値めちゃくちゃ下げて、タービンのレイアウトとか全然純正と違うんですよね、はい、純正はあのここもうちょっと縦方向にあるんですけど、斜めにして吸気を多く取り入れるためにこうやって変わってるんですよ。すごいですよね。だからタービンの大きさも全然違うし、この搭載値の低さ、これはめちゃくちゃ低いですね。超シンプル、びっくりする。あれ、この頃ドライサンプですよね確か。オリジナルはそうじゃないですかね。そうですよね、うん、ただまあこれは GDB の D なんで。ああ、なるほど。そういう意味もあって、すごい、下げざるを得なかった。ああ、なるほど。クロスメンバー、お、クロスメンバーもあれじゃないですか。そうですね、これは WRC の本物の、はい、うわー、かっこいいな、すごい。あれですね、やっぱワールドラリーカーのいいところってシンプルですよね。そうですね、パッと見た感じすごいシンプルで、これとこの頃どこ使ってたんだっけな、どこのダンパー使ってたんだっけな、ちょっと思い出せないんですけど、なんか次はワールドラリーカー第パート2、次は2代目の、はい、あの山本さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの実はですね、僕はあの先日山本さんの GC8 で群祭乗らせていただいて、なんかバズってましたよね。めっちゃすごかったですよ。なんか200万インプレッションとかわけのわかんない数値叩き出してて、ちょっとめっちゃ気持ちよかったっすよね。キュ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 みたいな、室内のあのね、メカニカル音もすごいですし、いや本当にかっこよかったですね。あの外から見る動き上がってたじゃないですか、はいはいはい、昔見たことあるビデオそのまんまやーってなってましたね。あのまだダウンフォースがなくて、まあ、純正のちょっとワイドだっていうのがまたポイントですよね。あの当時のそこまでワールドラリーカー規定がまだそこまであのガツガツに縛られてなくて、ダウンフォースとかいろいろ、でその頃の、まあ、車なので、いやものすごく憧れてた車の一台でございます。はい、いやすごい綺麗ですよね。え、これどういった経緯で入手ですか、されたんですか？私の友達の今取材受けられて、あ、はいはいはい、こちらの松下さん経由で、はい、ボディだけ、お、を購入し、はい、まあ、ここまでする付
き合うから買ってくんないっていう話で、おお、なるほど。十何年前にミニ B を買って、はいはいはい、はい、じゃあ次何行こう、ミニ B の次、確かに、じゃあダブルあるかで。じゃあとはならないですけどね、普通は。行ったところはすごいですけどね。22B もすごいですけど、はい、これはすごい。まあ実際乗りましたけど、もう本当すごかった、その当時のまんまっていうかね、操作もすごい楽だし、なんか外から見たくなりますもん、あの動いてる姿。いやいや、あれ外、俺も外で聞きたいです、あれ実は。そう、車内よりも、ね、山本さんが次はね、来年あたりこうドリフトしてくれて、僕外で観戦してるんで、ね、ぜひぜひ。いやでもすごいっすね、ペダルとかも当時のままですよ。でここのあれも全部当時のままで、すごいですね。この匂いがめちゃくちゃ懐かしいですね。ちょっと自分もフォードア持ってるんですけど、ちょっとフォードアワイド組んでみたいなみたいな思ってるんで。いやこれすごい。ぜひいろいろと当時からこの当時、そうそう、ここにあの名前とかスポンサーをバーって入れたりする。へえ、そうなんだ。これも割と競技で使ってるうちに壊れたりなくなっちゃったりしてるんで、そうなんです、はいはいはい、でシートとかも結局切れちゃうと取られちゃうから、はい、そうですね、確かに確かに、このまま残ってるのは多分珍しいと思います。基本的に切れると競技出れないんで、シートは。そうなんですか。そうそうそう、こういうところも切れちゃうと基本的にダメなんで、はい、だからすぐ交換になっちゃうんですけど、なかなか残ってないですよね、このドライカーボンの、ね、ドライカーボンなんです。そう、その頃のシート良かったっすね。あ、そうそう、こんな感じでしたよ。でもさっきと比べるとちょっと違う雰囲気もあるんですか。まあさっきのはナンバーを取るためにいろいろ変えてるんですけど、これは本当にそのまんまの。これはそのまま、はい、ミッションもそのまんまなんですよ、だから。あ、しかもここになんか打ってある。そうそうそう、ここにいろいろプレートが入ってあって、はい、はい、じゃん、 P30 見えるかな、はい、貼ってあるんですよ。これはもうラリー用。すごいっすね。Yeah, this is Safari. Yeah. Yeah. Yeah, this is the one I have. Oh, really? Yeah. Because it has the front cover, but the top cover has the hole that goes to the snorkel. Ah, なるほど。本当だ。ここに残ってるんです。見えるかな？すごい。素晴らしいです。スクラップ同然の。はいはい。ここまで復活させて、よく復活させましたね、でもね。すごいですね。はいはい。これでも EJ20 のブロックは純正なんですかね。純正でしょうね、多分ね。はい。多分ヘッドがパッと見違うかなみたいな。そうなんですよ、ヘッドがちょっと今まで見たことない形状かなっていうぐらいで。いやすごいっすね、でもね、すごいしか出てこない。いやいや、すごいっすわこれ。いやすごい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あの山本さんの GC8 のワールドラリーが98スペックでございました。ありがとうございます。あれですよ、あのこの間自分が軍祭で乗ったグループですね。カルロスサインツじゃないですか。そうそう、これニュージーランド走ったやつです。ということで、ちょっと今回オーナーさんは用事で来れなかったんですけども、こちら車があるっていうのがすごいですね。車だけあのこちらの方に来ております。え、これも乗ったんですか。これ乗りましたよ。すごい。個人的にでもやっぱりグループ A がなんか乗ってるなって感じがありますね、はい、ダブル R カーになるとちょっと簡単になっちゃうんですよ、操作が。いやー、これ一回横乗ってみたいな。いや、これすごいいい車でしたよ。音がね、もう鼓膜がちぎれるんじゃないかって初め思ったんですけど、ね、あ、そんなうるさいんですか。そう、ヘルメットかぶったりあのイヤマフしてないとマジでうるさいです、ね。どうでしたか。え、ちょっと待ってください。いや、まずね、まずね、いいのよ、いいの、はい、ドアップはいいんですけど、はい、まず300台以上いるじゃないですか。まずこの事実がすごい。だってまだ 5,6 台しかやってないのに、もうお昼ですからね。もう充電もな、あ、切れました今。充電も今切れました。切れましたけども、こんだけ台数がいるし、しかもこういうグループ A の車とか、うん、それこそもうレプリカがいて、そう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 、なんかこだわりがすごい。もうなんかただのオフ会じゃないですよこれ。ちょっとこだわりだって海外から来てるんですよ、わざわざアメリカから。こんなアメリカでも超人気あるけど、もうこんなワールドラリーカープライベートで持ってるやついねえ、クレイジーだってさっき言ってましたから、うん、ということで今日はここら辺かな。はい、はい、終わりにしましょう。じゃあすいません、また機会があったらお会いしましょう。バイバイ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。